はい、この動画ではイラストレーターで文字の書体や色を変更する方法を解説してみたいというふうに思います。でイラストレーターでですね、こういった文字のですね、そういう書体とか色ですね、まあそういう書式をですね、変更する方法っていうのは本当にいろんなやり方があるんですけども、まあこの動画ではですね、文字パネルというのを使ってですね、まあそういった書式を変更する方法を解説をしてみます。じゃあそれではね、今回じゃあこのイラストレーターという文字、これのね、書式を変更していきますんで、この選択ツールで文字をクリックして、この文字を選択をしておきます。で、文字パネルはですね、右側のこの A というところですね、この文字というところ、ここをクリックすると文字パネルが出てきます。で、まあ、もしですね、この A というのがこの、ね、画面上に出てない場合はですね、この上のウィンドウメニューのところですね、ウィンドウメニューで、書式のところですね、書式のところにマウスを持っていってもらって、この文字というところを選んでもらえるとこれが出てきます。はい、で、まず書体ですね、まあ、今これはメイル用になってますかね。はい、まあ、ここをクリックしてもらうと、こういろんな書体を、変更することができます。まあ、例えば、小塚ゴシックとかに変えて、で、あとはですね、この書体の種類にもよるんですけども、この小塚ゴシックとかだと、この B とかっていうところを選ぶとですね、こう文字がちょっと太くなったりとか、とですね、あとは H だと、またさらに太くなるのかなという形で、まあ、この辺はですね、ちょっと文字の書体によってもいろいろ違うと思います。でもうちょっと細くしてみたりとかっていうのは、小塚ゴシックの場合はできますかね。はい、という感じですね。で、あとですね、まあ、ここでいろんなね、書式の変更ができるんですけども、まあ、よく使うとしては、このフォントサイズのところですかね。今、この 107.12 ところになってますけども、まあ、ここをこうクリックしたりとかすると、この書式のですね、フォントの大きさですね。これっていうのを変えることができると。で、もちろん、ここの中をね、このクリックして自分でこう、例えば150とか打ってしまっても、このフォントの大きさを変えることができます。はい。で、次にですね、色ですね。まあ、色はカラーパネルを使いますんで、文字を選択しておいてもらって、まあ、塗りの色を選ぶ場合はこちらですね。で、あと線をつけたい場合は、この線の方をクリックをして、カラーパネルで、色をつけてあげればいいです。まあ、ちょっと簡単にやってみますと、こんな感じで色で、例えば線の方は、こう黒くすると。ですね、はい、まあ、こういった形でですね、この文字の書式の変更ですねというのは、まあ、使いやすいのはやっぱこの文字パネルで色をね、変更したいときはこの塗りの色なのか線の色なのかっていうのを選択をしてカラーパネルですね、まあ、あとはもちろんこっちのスウォッチでもいいですけどね、形で色をつけてってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきましてありがとうございました。動画をここまでご覧いただきましてありがとうございました。で、この YouTube チャンネルでお届けしている動画とは別にですね、パソコン力劇的アップ動画講座 5Days ということで、5日間の無料の動画講座というのを別途お届けをしています。で、この YouTube チャンネルの動画はね、たくさんありますんで、見ていただくことによって、まあ、いろんなソフトウェアのね、使い方とか、まあ、便利な活用方法っていうのは覚えていただくことができるとは思うんですけども、ただですね、そういう活用の前に、やはりそのパソコンの基礎力というのが非常に大事です。で、この基礎力がつくとですね、そのパソコンの活用の幅、あなたのパソコンの活用の幅というのは非常に大きく広がりますんでね、まあ、もしですね、あなたがパソコン基礎からしっかりとね、基礎力をつけていきたいということでしたからね、この5日間、動画講座ですね、これすべて無料で見ていただくことができますんで、この動画の下の説明欄に、その申し込みのフォームの URL がありますんでね、ぜひそちらを、ね、クリックしていただいて、動画の方を見ていただけるといいかなというふうに思います。じゃあそれではですね、次はこのパソコン力劇的アップ動画講座 5Days の中で、あなたと、お会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。